皆さんこんにちは。シンガーソングライターであり俳優経験もある三浦祐太郎さん。告白した現在の家庭生活や結婚した嫁の正体について紹介します。今日は三浦祐太郎さんのことについて紹介します。まずは三浦祐太郎さんの経歴とプロフィールから紹介します。三浦祐太郎は日本のシンガーソングライター、俳優、ロックバンドピーキーソルトのボーカリストです。大学時代にデモテープを各所に送り、デビューが決定する2008年11月26日、ピーキーソルトとして1枚目のシングル愛し刹那涙でメジャーデビューする。デビュー当時バンドでは本名ではなくユーと名乗り、両親のことは伏せていた。しかしわずか1ヶ月後に梨本勝がその事実を察知し、世間に知られるピーキーソルトはメンバーの脱退、さらにアーティストとしての方向性の違いにより2010年に活動を休止する。残念ながら2010年にバンドは解散されたようですが、現在はソロで歌手として活躍されています。お母様の山口百恵さんの名曲のカバーアルバムも話題になりましたよね。そして次男の高弘さんは高校まではお兄さんと同じ成城学園に通い、卒業後は順天堂大学に進学されたようです。現在は俳優として活躍されていて、デビュー作のレールウェイでは第34回日本アカデミー賞新人俳優賞を獲得されています。これからもドラマや映画での活躍が期待できそうですね。三浦さんについて調べていると、三男逮捕などの噂があることも分かりました。三浦智和さんにはお子様は2人のはずですが、どういうことでしょうか。実は三浦智和さんにはお姉さんがいて、その息子さんのことを3番目の息子のように可愛がられているようで、それが三浦さんは三男がいるという噂になったようです。現在はキケンタという芸名で舞台中心の役者として活躍されていて、仮面ライダーフォーゼにも出演されていた経歴もあるようです。また逮捕の噂についてですが、次男の高弘さんの事務所の社長が核中黒罪容疑で逮捕されたことがあるようです。このことから所属タレントにも逮捕や逮捕間近などの噂が情報として広まったのではないでしょうか。とんだ誤解ですね。お二人の子供に恵まれ、仕事も家庭も幸せそうな三浦さん、現在は奥様と二人で東京都の多摩地区にある国立市に住んでいらっしゃるようです。ネットでご自宅のお写真を見つけることができましたが、とても豪華で外見はまるで美術館のような印象を受けました。でもお二人で住むには広すぎるような気もします。さすが超一流芸能人という感じですよね。今回は俳優の三浦智和さんについて調べてみました。三浦さんは山口百恵さんと結婚し、2人の息子さんが誕生されています。長男の祐太郎さんは歌手として、次男の高弘さんは俳優として活躍されています。また甥っ子の木健太さんも舞台を中心に活躍されている俳優さんで、自身の3人目の息子のように可愛がられているようです。家族全員が芸能界で活躍する、まさに芸能一家となった三浦さん。現在は東京都の多摩地区にある国立市で、奥様と超豪華な一軒家にお住まいだそうです。コミカルな演技からこわおもてな役まで、出演作品によっていろんな顔を見せてくれる三浦さんですが、これからの活躍にも期待したいですね。三浦祐太郎さんは母親が山口百恵さん、父親が三浦智和さん、弟が三浦貴弘さんと芸能一家の長男として有名です。テレビで特集されることも多く、気になったのでネットで調べてみると、三浦祐太郎さん結婚や子供時代、そして山口百恵さんの曲を歌ったなど気になったので調べてまとめていきます。三浦祐太郎さんは両親譲りの甘いマスクが特徴的で、多くの女性ファンがいます。そんな三浦祐太郎さんは結婚していて、嫁がモノマネ芸人の福田彩乃さんという噂が流れていましたが、三浦祐太郎さんは結婚しておらず、この噂は完全なデマでした。ではなぜ結婚相手が福田彩乃さんだと噂されたのでしょうか。これは過去に放送されていたラジオ番組ワクテカラジオ学園が関係しています。お二人ともラジオの MC として活躍していました。夫婦のように息が合っていて、付き合っているので恋人ではと噂になります。2015年には女性セブンで福田彩乃さんとの熱愛がスクープされました。このことについて
三浦雄太郎さんと福田彩乃さんはきっぱりと交際を否定しています。恋人よりは仲の良い友人という関係のようです。2020年も三浦雄太郎さんは独身で子供もいませんでした。三浦雄太郎さんは1984年4月30日三浦智和さんと山口智恵さんの長男として生まれました。山口智恵さんは書くまでもない気もしますが歌手としてデビューし数々の大ヒット曲を生んだだけでなくドラマや映画で女優としても活躍した。現在は芸能界を完全に引退しキルト作家として活動しています。三浦智和さんは近頃は話題作への出演が相次ぐベテラン人気俳優でたくさんの映画賞のほか2012年には芸術の発展に寄与した人物に贈られる紫綬褒章も受賞しました。そんな偉大な両親の長男として生まれた三浦雄太郎は今世紀最大の2世タレントと言っても過言ではありません。三浦雄太郎さんは高校時代大学時代は水球部とライフセービング部を掛け持ちしていたそうです。バリバリの体育会系と思いきや高校の文化祭では同級生とバンドを結成するなど文化系の気質も兼ね備えていました。歌も大好きだったそうです。その後ライブハウスで演奏をしていたところ声をかけられたことからデビューが決まります。2008年にピーキーソルトのボーカル U としてデビューした当時は両親の名前は伏せていたそうですが次第に知られるように山口百恵の息子と報じられたりレッテルを貼られたりしたこともありましたが2010年にはバンドのメンバーと音楽の方向性の食い違いから活動を休止そして2011年にソロ活動での活動を始めます。三浦雄太郎さんのお嫁さんは声優の牧野由依さんです。2020年6月12日2人が結婚したことが夫婦連名で報告されました。牧野由依さんは声優歌手として活躍しています。癒し系のウィスパーボイスが特徴でそれを生かした演技と抜群の歌唱力が人気の声優です。しかも東京音楽大学器楽専攻ピアノ科を卒業しておりそのピアノの腕前も有名。そんな牧野由依さんが結婚したということで声優ファンたちの間でも随分話題となりました。もちろん驚きや祝福の声だけでなく悲しみの声もありましたがとりわけ牧野さんの義理の母が山口百恵さんになるということの凄さに衝撃を受けるファンが多かったようです。そして雄太郎さんの父である三浦智和さんもこの結婚に対し祝福のコメントを寄せています。牧野さんと山口百恵さんの仲も良好らしく良い嫁姑関係を築いているとのこと。すっかり夫の家族にも受け入れてもらっているようです。ところで雄太郎さんと牧野さんの結婚において忘れるべきでないのは雄太郎さんが生粋のアニメオタクとしても有名だったことでしょう。ちなみにオタクであると同時にご自身がアニメに関わったこともあります。2018年には深夜アニメ邪神ちゃんドロップキックの主題歌を担当したことで話題になりました。本人がかなりのアニメ好きとすでに知られてもいたのでなおさらでしょう。そしてここで重要なのはアニメオタクが声優さんと結婚したという事実です。つまり多くのアニメオタクたちが羨ましいと思う夢を叶えたのが雄太郎さんだったということですね。世間全体で言えば三浦一家の知名度が凄まじいため二人の結婚は牧野さん羨ましいとなったでしょう。しかしアニメ好き声優好きの人たちからしたら雄太郎さん羨ましいとなったわけです。いずれにせよ多くの方に祝福された幸せな結婚だったことは間違いないでしょう。三浦雄太郎さんと牧野由依さんの慣れ始めはラジオ番組での共演だったそうです。接点がなさそうな人たちの出会いの場所として今後ラジオは要注目ですね。三浦雄太郎さんといえばやはり父の三浦智和と母の山口百恵さんのことが思い浮かびます。ご両親がこれほど有名な芸能人カップルだとご自身も芸能人として活動するのはプレッシャーが大きいと思われます。テレビに出演した際もやはり話題になるのはご家庭の話です。特に山口百恵さんは結婚とともに芸能界を引退してしまった伝説のアイドルです。結婚後母親としてそして現在は何をされているのか誰もが知りたいと思っている存在です。幾度となくテレビでご家庭での三浦智和さん山口百恵さんの話をしている雄太郎さんですが
いつも煽るのは意外と普通の家庭です、ということです。バラエティ番組を見ながら冗談を言う父親と、それに突っ込む母親、親子喧嘩をして怒るとドアを閉める音が大きくなる母親など、どこにでもある家庭と変わらない日常を送られているそうです。2022年3月にゆうたろうさんと牧野由依さん夫婦に第一子が誕生しました。三浦友和さんと山口百恵さんにとっては初孫になります。友和さんと百恵さんが祖父祖母になったと考えると感慨深いですね。三浦ゆうたろうさんにはこれからも素敵な歌声を聞かせてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。